2020年10月22日、今日はね、茨城県の、水戸に来ました。その、ね、快楽亭っていうところに入って、その中でまたさらにね、幸運亭っていうかな、来たよ。すごいよね、殿様のね、休憩場所みたいなところ。素晴らしい。見てこれ、すごいでしょ。ほら、ちょっとした中庭があっていいわ。それでね、あそこがね、雷落っこちたんだってね。もったいないよね。でこれがね、1階見て、すごいでしょ。この障子もね、木の板なんだよね。で和歌とかが貼り付けてあるの。それでこうなっててね、ほら1階すっごい綺麗ね。これ川屋っつって、その1800年時代の殿様のトイレ。それでも綺麗だよね。これより汚いとこいっぱいあるからね、世界中でね。すごい、超贅沢。見てこの一望ね。しかもこれフローリングだからね、その当時でフローリングの最先端でしょ。すっごくないこれ、ね、何気にもう殿様気分よこれ。見て、すっごい殿様でね。このまっすぐ行ったところがね、この間まで行ったね、千箱。ちょっと2階上がろうかなと思うんだけど、その前にね、これがね、成明公が来た時にね、藩主の松って泊まるところ。それでいて、ここがほら、この格子もすごいよね、優雅でしょ。天井もこれ。それでね、見せたいのがこの2階。ちょっと2階行こうか。ちょっとね、天守閣みたいな感じでね、上がれるんだ。すごいよ、ほら。でもね、この階段はね、そんなね、急じゃない。天守閣ほどじゃない。それで、藩主が来た時に、ここに侍を警護させるための部屋。ね、武者控え室。それで、ここがまた、ね、踊り場があって、上がって。すごい。見て、これ。ね、2階上がって、ほら、ね、2階から見る外の景色がまた最高だ、これ。最高。ね、殿様気分。見て、見て。この目の前に見えてるのが千箱だよ、千箱。すごいよ、見て、すごい贅沢でしょう。超贅沢、たまらん。ずっと痛いわ、本当にもうね。ほら、すごい。それでいてね、あのね、配膳ね、エレベーターがあんの。配膳のね、エレベーターがここにあるよ。見て、1800年時代の配膳用の昇降機。これね、ほら、さすが御三家でしょ、これ。ここで配膳上げたり下げたりできるんだよ。それでここ、いろりがあってね。超贅沢。いやー、もうこの景色だけでいいわ。最高やね、たまらんよこれね。いいわ、たまらんわ。殿様の休憩所だね、最高。あのお庭もさ、すんごい広くてさ、さっき一人で歩いた。ちょっとじゃあ一回切るね。2020年10月22日、今日はね、茨城県のね、
水戸に来た、偕楽園のね、その中の光文亭、光文亭っていうとこ来た、今中入ってね、ちょっと見せたんだけど、この間雷が落ちて、それでね、ちょっと、ここちょっと今補修してるね。だけどすごい優雅、めちゃめちゃ優雅。ここは調べるとね、梅がめちゃくちゃ有名なんだよね。だから梅の時期にね、今度ね来たいと思うんだけど、この間ね確かすぐそこの千箱まで来てたの。それで千箱まで取ってぐるぐる回ったんだけど、ここまで来んかった。天気悪かったんだっけな、もう夜だったかな。だからね今日ね来たくて来た。よかったよ。おい、そっとしててものすごい広大な土地ね。もう自分だけの感じでね、散歩もできるから最高だわこれ。当時のその光文亭、水戸藩第9代藩主徳川斉昭公が歯科歓迎の催しなどをして、家中の人々ともに心身の休養を図るために建てたものなんだって。だからなんかこういいんだよね、癒しがあったわ。だけどすっごいね、それでもものすごくお金かかってる感じはしたよ。したすごいした。表門だってすごい、なんか門なのにさ、すごいね、なんかすっごい、見てこれ。まだね、紅葉にはねあったかい、なのでねこれからだね紅葉は。すごいねこれ、門だけな、門なのに門の中に入ったらこれめっちゃ素晴らしい光景なんじゃこりゃ。いや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 、めっちゃいいわこれ。なんともこれ、散歩するだけで優雅だわこんな優雅な散歩ないよ今までに。うわー、めっちゃすごい、めっちゃすごいわ。これね、日光の東照宮もねちょっといいと思ったけど、ここもいいわ。やっぱりさすがだね、御三家だけあるね。うわすっごい優雅、なんだこりゃ、こんなね優雅なね散歩はありません。今までにない、経験したことないよこれ。2020年10月22日今日はね、茨城県のね水戸の偕楽園来た。それで今ね光文亭を寄って、なんだこれは、都玉線、これね大名のね散歩、お殿様の散歩って感じがするよ。ちょっとね回ってみようか。すごいよ、なんかほら最高贅沢な散歩でしょこれ。これはちょっとね配信できんかったけど、YouTube と Instagram、Twitter に載せようかなと思う。いやー犬さんはねこんなね豪華なね散歩したことないわすごいね。こんな豪華な散歩だったらさ毎日最高だよねこれね。そう思うよほんと。ほら見て、すっごい綺麗でしょ。ほら誰もいない、しかも独占しちゃってんだから、すごいよ最高に。こんな散歩ないよね。最高に優雅、さすが水戸藩ね。御三家だわね。ほらもうこのね、なんともねこの人が手入れしているの中でもね
こんなに綺麗なね散歩道っていうかさ、遊歩道ないよね。こんな、これはすごいわ。はあ、南門までこうあって素晴らしいね。東玉線っていうのがあるんだね、この先に。ちょっと見てみようか。こんな贅沢な散歩はしたことない。東玉線この下にあるんだ。すげえ。あ、でもちょっとこれありすぎるな。ちょっとね、この手前のね、すごい広いね、大名のね、あれを歩きたいなと思った。なのでね、ここで一回切ろう。いやー、水戸藩すごいわ、やっぱ御三家だ。久々いい。うわ、こっちもほら見て、この竹林が、こんなの見たことないよ。うわー、これは最高の贅沢だ。今日京都並みだね、これ。やっぱこれすごいね。あー、すごい大名だこれ。ほら見て、これきれい。おなりもこっち行ったらおなりも、すごい。あ、いや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 、素晴らしいね。一回切るよ。2020年10月22日最後にね、ここはちょっと茨城県のね、水戸偕楽園来た。最後に先ほどね、興奮亭からね、眺めたね、このお庭ね、これすごいよ。広くて、ほら、もう一望。しかもこれ千箱、千箱見えるね。最高の贅沢、見てこれ、すごい贅沢。犬さん最高に贅沢ね。この殿様こんなとこ歩いたんだよ。すごいでしょ。しかも千箱も見える。めっちゃ優雅、めっちゃ優雅。なんかね、日本をね全部支柱に収めてるっていう感じ。はあ、たまらんわ。最高にいいわ。いやいやいや、さっきね、あそこね、興奮亭が、こう、あそこ、その下よ、これ、これ。すんごい優雅でしょ？ほら。めっちゃ優雅でしょ？ね、しかも天気は悪いんで、まあ、曇りなんだけど、でもな、